この膝を守るようなディフェンススタイルを取ってきてはいてばレジェンドドネア左フックを返していった井上抱いていました。あ左を差し込まれてきた。そして右のストレート打ち込まれてきた。一瞬ひるんだ井上。しのがないとダメです。まだ残りは1分半ある。右のストレートを回してくる。来い来いという井上尚弥。押しかけるシーンがお互いに1つずつ組み込んできて右のストレート3つということになります。まあ、ポイントを長谷川さんどちらがどう取ってるかというのは大きな、はい、そうですね、まあ、ジャッジがどう見てるかっていうのもあるところだと思いますね、はい、見方によって大きく変わってくるとは思うんですけど山中さんはどう見ますか。